んにちは、世界ボカンとかです。前回ですね、D2C ブランドハッシュタグさんの名前の由来であったりとか、どういった経緯で生まれたのか、レザー調達だったりとか、工場を見つけたすごい大変だしたみたいな話ですね、はい、聞いて、構想1年半ぐらいでようやくブランドが立ち上がったと、はい、でこっからどうやって売っていくかって01のフェーズですね。これ多分皆さん知りたいと思うんですよね、はい、D2C ブランド立ち上げたものの売り上げ立ってないだったりとか、全然伸び悩んでるみたいな感じの方ってたくさんいらっしゃると思うので、どうやってやっていったかみたいなところですね、お話を伺えればなと思ってます。はい、分かりました。お願いします。まずサイトって今ショッピファイでやられてね、はい、ショッピファイでやられていて、なんか入金サイクルだったりとか使いやすさみたいなところで選ばれたみたいなのをこうノートで見れてます。そうですね、はい、はい、で実際こうプロモーションってどんなことやられたんですか。はい、もう本当一番最初の最初は、うん、何からやっていいか分からなくて、結構そういうブランドやってる方に相談したんですよ。でその時にハッシュタグはストーリー性が強いから、今だったらクラファンがいいんちゃうのみたいな。確かにで、あ、そっか、クラファンかって思って、当時全然抜け落ちたんですけど、うん、じゃあクラファンやってみるかっていうのが本当最初の1点目ですね、うんうん、はい、クラウドファンディング始めて、まあ、ストーリーとともにその商品を手に取っていただく機会を作りましたと。そうです、はい、その後って何やったんですか。クラファンで3回やったんですけども、はいはい、実はさっきあのショッピファイでサイト作ったってお伝えしたんですけども、うん、最初ですね、自分たちでなぜか土地狂ってですね、うん、フルスタックで全部作ろうと、フルスクラッチかな、フルスクラッチ、はい、全部自分たちでやるっていう、そのわけのわからない意思決定をしてしまって、うん、でモンゴルのエンジニアさんと、もう本当にゼロベースで開発したんですよ、はいはいはい、それが半年かかるって言われたんで、あのクラファンやったっていう実は背景があって、あ、ね、はいはいはい、でもよくよく考えればショッピファイとかベースでいいじゃんっていうところで、うんうんうん、まあ、ちょっと数百万ぐらいお金無駄にしたんですけど、あ、はい、あのエンジニアさんと連絡つかなくなって、あ、あれですね、あるあるで急遽残り3日でサイト作んなきゃいけないっていう時に初めてショッピファイを知って、はい、ショッピファイでサイトを急いで立ち上げたと、うんうん、その時にクラファンでも3回やって、うん、まあ、ある程度売り上げがあったので、うんうん、売れるんじゃないかっていうのでサイト公開したら、1ヶ月目売り上げ64,800円だったっていう64,800円ってなんかこう、はい、商品の値段みたいな感じだからそうですね、あ、そうだったね、1ヶ月の売り上げを撃沈したっていう、数個しか売れなかったってことですね。そうですね、あ、まあそんな、まあ、D2C ブランドって立ち上げてそんなすぐ売れないよって話で、はい、僕らも越境なんであれなんですけど、ショッピファイでサイト立ち上げてすぐ売れるもんじゃないよってめちゃめちゃ言ってるんですよね、うん、しっかりコンセプトも立てなきゃいけないですし、流入取らなきゃいけないし、制約率も考えなきゃいけないし、うん、トップ一覧詳細のコンテンツが売れるわけないでしょっていうふうにお伝えしてるんですよ、はい、なかなかね、それが分からない人多いので、ちょっと言ってください。本当に、いや、もうあの砂漠の中にお店出すのと一緒なので誰にも認知されないし、はい、僕その時結構 Facebook でも友達したし、うん、発信してたんですよ。それでも 64,800 円、うん、なので、もう本当に何もない場合から始めたら相当売り上げ立てるのは厳しいのかなと思いますね、うん、まあ、クラファンで取れて、まあ、そこに関してはクラウドファンディングのサイトにはたくさん人がいて、共感してくれる人がたくさんいらっしゃって買ってくれたと。そうですね、独自と思いのサイトってそれだけ難しいってことですね。そうですね、はい、そんな中からどうやってこう01のフェーズって頑張ってたんですか。そこからですね、もともと僕らのウェブマーケティングずっとやってたので、はい、そもそもウェブマーケティングで売るときに、うんうん、あのどういう手順でやればいいんだっけっていうのをちゃんと言語化して、うんうん、いきなりあの SNS とかの広告出しても売れないと思ったので、うんうんうん、まずはやっぱり検索で来てくれる、もうすでにニーズが顕在化してる人に売ろうっていうところで、まず Google の検索周りを徹底的にやったっていう形です。あ、なるほど。御社のことを知ってる明確層は少ないから、はい、その下のニーズはあるものの、どのブランドか決まってない顕在層を取りに行ったってことですね。そうです、そうです、はいはいはい、トートバッグメンズとか、うんうん、トートバッグおすすめとか、うんうん、そういうワードで全部まず売れそうなキーワードを検索して、はいはいはい、上から出てるサイトにひたすらアフィリエイトの営業をしていって掲載してもらったって感じですね。あ、なるほどなるほど、はい、そこで自分たちの温度を作って上位表示させるんじゃなくて、はい、既に上位表示されている枠で紹介してくださいとお願いしていったってことですね。そうです。あ、なるほど。確かに物がいいしストーリーもあるから紹介しやすいですよね。そうですね。あ、そういう意味では、まあ、物作りだったりとかストーリーがあるとマーケティングも活かせるっていうのはめちゃめちゃありますよね。そうです、そうです。あ、なるほど。それでじゃあこう上位表示されてる人たちがすぐにこういいよ、乗せてあげるよって感じでやってくれたんですか。いや、もうそれがもうあっちからしてみたらノーブランドみたいな、はいはいはい、うん、感じなので、無名ブランドすぎて売れるかどうかわからないじゃないですか、うん、なのでもうわらしべ長者戦略を取ろうと思って、わらしべ長者戦略、はい、まずはもうほんと個人ブロガーで、うんうん、アフィリエイト報酬もそんなに立ってないような、うんうん、僕らアフィリエイトも昔結構がっつりやってたので、うんうん、どれぐらいこのブログから収益立ってるかとか大体わかるんですよ、うんうん、なんでここ掲載してもらったら、あのオタクのサイトだったらこれぐらい売り上げ立ちますよみたいなのを全部言語化して営業してたんですね。あー、なるほどね。で、だブロガーとかはそういう案件が直でメーカーが来るのってほとんど経験がない。確かに確かに、 ASPK ですね普通は。 そうなんです、うん、僕ら自社で ASP 持ってたので、うん、もう自分たちで営業してもうあのファン化というか説得をして掲載ちょっとしてもらって、うん、で売り上げが出たら次はちょっと大きいメディアにその実績を持って、オタクのメディアだったらこんぐらい売り上げ出ますよっていうのをひたすら繰り返していったっていう感じですね、うん、なるほどなるほど。
ちょっとずつちょっとずつあそこのメディアさんでこれが売れたから御社だったらこれが売れますよってことをお伝えして、はい、あそれが売れてるんだったらいいなと思ってって形で最初から大きいところを攻めないってことですね。そうです。あなんかインフルエンサーさんに関してもノート書かれてたかなと思うんですけど、はい、あそこでもなんかこうギフティングされたりとかいろいろこうやり取りして結構あの文章からも戸田さんのなんか人となりみたいなのが出てきてすごいいいなと思ったんですけど、はい、コミュニケーションしながら結果その方が紹介してくださったりとかいろんなことを積み重ねながら徐々に徐々に売り上げが上がってったってことですかね。そうですね。あすごいあのノートねめちゃめちゃ僕良かったですがシェアしちゃいました思わず、はい、元ゼロイチのフェーズはそういった形でマーケティング経験していてものづくり徹底している方でも大変ってことですね。めっちゃ大変でした。あいやでもねこれ海外もめちゃめちゃ大変なんですよ、うん、さらに物流コストかかってもっと高いじゃないですか、うん、なのでそんな甘くないんですよ、うん、だからこれぐらい気合い入れてものづくりに1年半かけてマーケティングもゴリゴリ自分たちで人海戦術でやるぜみたいな人じゃないとうまくいかないんですよ。まあ、そうだと思います、うん、いや本当そうなんですよね、はい、なので、まあ、ちょっと見てる方ですねぜひですね戸田さんを見習っていやいやいやあの結構でもその売れるまでいや64,800 円から、はい、実際、まあ、クラファンやったりとかアフィリエイトやったりとか結構こうキャッシュをマネタイズするまで結構時間かかりますよね。そうですね、うん、そこはだいぶしんどかったですね。あ、はい、なるほど。でその後にめちゃ、まあ、クラファンやってアフィリエイトやってでインフルエンサーさんちょっと紹介してもらったりとかしてアドですかね。そうですね。アドだと何を使われてるんですか。アドはもう Facebook と Instagram を中心に出していったんですけどもこれもあの同時並行で、はい、Google のその検索ワードリスティングとかも出せるのでそこもしっかりやりながらそこであの購入者をずっと貯めていってその購入者のデータがたまるのでそれを今度は Facebook とか Instagram に学習させていってあの購入者類似のリストを作って発信をしていくって感じですね、はいはい、なるほど、はい、あじゃあそもそもその先ほどの御社のことを知ってる明確層その社の顕在層っていう、まあ、トートバッグメンズとか、はい、レザートートバッグとか検索してる人たちのキーワード広告では徐々に取り始めたってことですね。そうです、はいはい、で取り始めてその顧客リストがたまってそのメールリストっていうのを Google とか Facebook に発信化していってこう正解データとして学んでいただいてそのオーディエン類似オーディエンスをどんどん広げていったみたいな。そうですそうです。あなるほど。フェイスとインスタって取れるですねそんなに。まあ、商材にもよると思うんですけども、うん、僕らのこの商材って結構価格も安いとはいえ、うん、あの他の同業に比べると、うんうん、とはいえやっぱ一撃で2万3万4万の世界になってくるので、うんうん、Facebook とかで初見で見て買うかって言ったら若年層なかなか買えないんですけど、うんうん、Facebook ってやっぱり今割と年齢上がってきてて40代50代の方多いんですよね、うんうん、で男性ユーザー多いんで結構刺りましたね、うんうん、あでそういう媒体の特性と本社の商材の特性が結構マッチしたってことですね、はい、そうですね。あかつ結構こうオーディエンスターゲットに細かく設定されてますもんね。そうですね。あの、まあ、そもそもその発信化してデータを加わせてるっていうのもそうですし結構そのピクセルのところで正解データっていうところを細かく刻んで見てるってことですね。そうですそうです。ああなるほど。そういうところでうまくいってるんですね。そこがもう最初の月の売り上げどうだろう1000万ぐらいまではもうそこでひたすら伸ばしたっていう形ですね。アフィリエイトクラファンFacebook、Instagram で1000万までいった、はい、あとまあリスティングですかね。あリスティング、あそう、はい、Google 広告で、そうですね、あのノートに書いてる、発売8ヶ月で840万っていうのはもうそこら辺をやってハマった感じですかね。いやそこまで行くのめちゃめちゃ時間かかりますよ。まあ大変でしたよね。僕らでお茶屋さんで月10万とかの売り上げのお客さんで助けてくださいって言われて支援して約1000万とか超えたのが多分もっとかかりましたね。5年ぐらいかかりましたよ。やっぱりさあのリピート商材なんで、うんうん、積み重ねていってそのリピートが集まるまでめちゃめちゃ時間かかったんですけど、うんまあ、単価もまあ3万円とか2万円とかなので、はい、結構あると思うんですけどそこを継続して売り上げていくって大変ですよね。そうですね。うーんノート見させていただいてすごいいいなと思ったのはなんだろうこう短期的に売るために作ってるんじゃなくていいもの作りをしてるしそのなんだろうちゃんとしたこのお客さんと関係構築していきたいから煽るみたいなこの速球とかしてないみたいな、うんうん、そういうところもしっかりこうポリシーを持ちながらあのアドを回して獲得していくっていうところだったりとか、うん、やっぱそれってやっぱストーリーがあったりとか思い戸田さんの思いがちゃんと伝わって買っていただいてるんだなと思っていて僕らってこの、めちゃめちゃこうエルメスとかあのロレックスみたいなブランドのことをまあ評判価値って呼んでてその下のその中でまだ世の中には認知されてないけどストーリーとかに共感してもらえる商材は共感価値商材って呼んでるんですけどその共感価値商材でこれだけめちゃめちゃ綺麗でパッて売れてる会社ってすごいなと思いましたね。いやありがとうございます。いやめちゃめちゃすごいです。マーケティング支援会社ですけど学ぶことのたくさんありました。いやいやなるほど。広告はでも難しいですね。そうですよね、はい、ここからまたなんか iOS14 のアップデートだったりとかいろいろこう
利他が来づらくなってくるとかっていろんなことがあったりすると思うんで、はい、その次の一重のフェーズのところですかね、はい、またお話第3弾の方で伺えればなと思います。わかりました、はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。世界ボカンでは海外マーケターを募集しております。マーケティングは経験しているもののなかなか海外に挑戦できないということで伸び悩んでいるそこのあなた、お客さんと向き合ってプロジェクトを進めていきたいと思っているそこのあなた、ぜひ概要欄から弊社に応募してきてください。